ストレートエニアグラム M8 小隊の二等兵の友人屋です。 T 隊長です。隊長でございます、はい、いつもご覧いただきありがとうございます。ありがとうございます。チャンネル登録も何卒よろしくよろしくお願いします、はい、励みになります。今日は、はい、タイプ Q の健全度をちょっと紹介したいと思います、うん、タイプ Q タイプ Q 書きながら、うん、全然ピンときてないので、うん、ぜひ分かるとかあそうだねがありましたら、うん、おっしゃっていただければと思います、うん、で今日もこのドン・リチャード・リソさんの性格タイプの分析ですとかエニアグラム9つの性格診断、うん、ティム・マクリーンさんの9つの性格タイプを元にと思っております、うんうんはい、でタイプ Q タイプ Q の基本的な性格というか、うんうん、気質としましてはタイプ Q、うん心の奥底にある欲求としては人生に平和と安定を求めますと、うんうん、何事もなく平穏無事な生活が送れることを望んでいます、うん、ふんふんって感じです、うん、ふんふんって感じです。価値判断の基準としては自分は別にどっちでもいい、うん、どちらでも OK といった感じで、うん、自分から積極的に価値判断を下さず全てを受け入れるようなところがあります、うん、確かにというか私は自分がそう思うじゃなくて、うん、この人と話をしていると、うん、全く逆の意見もそうだねっていう、うん、そうだね僕の意見も、うん、ああ分かる分かると、うん、でこっちの違う意見がこんなこと言ってるんですよ、うん、ああそっちもこういうことがありますね、うん、全部受け入れるんかいと全部なんで自分がないってよく書かれてますよね、うんでよく書かれてて、まあ、それもよくこっちの意見も分かるしこっちの意見も分かるんですよね。で私的には自分の意見がないって言われると、うん、カチンってくるんですけど、うん、カチンも特にないカチンもないなのでこうなるほど多様化なんですよよくおっしゃる多様化、うん、多様化がすごい便利なワードしっくりくる楽観で有利タイプですと、はい、上の方からうんうんって笑顔で見てる感じ、うん、そうで人との付き合い方としましては、うん、友好的なつながりを持ちながら同時に自分の中に引きこもろうとするところがあります、うんうん、これは、自分がいると争い事のもとになるかもだからなんか上の方から見てる感じですかね。その感覚は僕もよくわかんないですけどねなんて今日本で読みました、うん、そうなんか多分受け入れるのも強い主張するとトラブルになるかもしれないはいはいはい、から全部受け入れようみたいなことを思ってるんじゃないかな。で物理的に人から離れて孤独を求めるのではなくて人と一緒にいながらにして意識の上で人から離れ自分の空想の世界に浸っているといったタイプですと、うんうん、なんとなくああ、うん、分かりますかね物事の受け止め方は大抵のことは問題ない、うん、大丈夫、うん、と受け止めます、うん、楽観ごめんなさい。で楽観度は書いてないです自分の感想を言いましたで問題そのものがあることをあまり認めようとせず、うん、何かトラブルがあってもなかなか腰を上げようとしませんと、うん、物事は長い目で見ればうまくいくだろうという楽観的な見通しを持っています、うんうんまあ、楽観の特徴ですよね。そうです、うん、でこのタイプ Q、いつも紹介するその幼児期の原点、うん幼児期の原点としましては両親もしくは、まあ、親代わりの人物の双方と肯定的な関係に結びついていると人格発達において鍵となる要因は両親との間に緊密で支援を受ける関係を保っていたいためにタイプ Q は他の人々と自分を同一視することを覚えたと書いてあります。自らの主体性を自分を誰かの他人と同一視することによってまたその他の人を通して生きることによって築き上げるこの深い受容性はタイプ Q に情緒の安定と平安を与えているが同時にそれが自分の平和を脅かすもので全てを無視したがる理由であると。よくなんか書かれているのは、うん、手がかからない子供、うん、であれば自分が多くを求めず、うん、あまり期待もしなければパパママを落ち着かせることができる、うん、要は手がかからない子、うん、でいればパパもママも、うん、怒らない安心してくれるって思っていると、うん、でなんで自分が前に出て自己主張すればさらに問題を作ってしまう、うん、
って思っているっていうようなことがいろんなエニアグラムの方に書かれています、うん、多分こう期待してない人にまあそれは期待をしていない。今の話でいくとパパやママに期待をしていない、はい、期待を多くの期待をしなければ、うん、こう何かを求めるからあれをやってほしいこれをやってほしいって求めるからこうごちゃごちゃする。そうですね。で怒られることもあるかもしれないし、怒られることもあるし、なわがままを言えば怒られるかもしれないし、だからもうそもそも期待をしないで、まあ、自分一人でって感じですよね。自立をしたいっていうことを、うん、まあ、大人の意見としてはそうなんですけど、うん、子どもの時期からそういったことを、うん、やり方を覚えたっていうことですね。僕もこの3歳ぐらい、はい、2歳3歳ぐらいの時から自分の部屋で一人で寝てたって。なるほど、うん、で、あ、だからこう勝手に遊びに行ったりはしてた。近所のスーパーでお菓子食べてたとか。なるほどなるほど、うん、というこのタイプ9、うん、健全度を見ていきますと、統合の方向はタイプ3、うん、タイプ3、タイプ3のいいところが出る、うん、で、分裂の方向としてはタイプ6、うん、楽観なタイプ9が不安に駆られる、うん、不安に駆られる、まあ、楽観で放置するんですよね多分。いろいろ大丈夫大丈夫って、はい、放置していくと問題がどんどん大きくなっていって限界まで来ると大きな問題になるほど不安が来るみたいな。でもそれはまあ気づきでもあるので、うんうんうん、タイプ3のように、あ、そうそうそう、問題をちゃんと合理的に動き出すと上がっていくって話ですかね、うんうん、でこのタイプ9の健全の段階1、うん、冷静沈着な人間とあります、うん、自立、うん、でもタイプ9ってそもそも有利タイプで、うん、結構冷静に、まあ、多分ここで言う冷静沈着って多分ものすごい冷静沈着なるほど、あのこのタイプ6の時も、はい、なんか真の自己主張ができるみたいな感じだったじゃないですか。タイプ6は自己主張する人ですね。なのでここまでいかないと自己主張できないかっていうとそうでもないかな。本当にこの健全度が1なんで、はい、多分普通の人ではありえないレベルの高さじゃないですか。そうですね、はい、でそこまで例えばタイプ6だと自己主張がここで自己主張ができる、はい、ここまでいかないと自己主張ができないか、できないわけじゃないです、はい、でここまでいくとものすごい自己主張が、なのでタイプ6だったら全てのバランスを取りながらの自己主張ができるみたいな、はいはい、多分ものすごいレベルだとは思うんですよね、はい、で、うん、段階に受容性に富んだ人、うん、気取りのなさ、うん、3我慢強い調停者、支持とあります、うん、まあ、タイプ9よく調停者と言われ、うんうんうん、あとその基本このタイプ9は、うん、ガッツセンター、うん、腹、うん、で基本このガッツセンターの人たちというのは、うん、基本怒り、怒り、怒りを持っているんだけれども、うんうん、怒りが一番強いがゆえに、うん、それを一番隠しているんだと言われています、うん、でこのなんで我慢強いっていうのも、うん、要は全部の意見が全部入ってくる、全部が入っていって、なので反対意見ってよくあるじゃないですか世の中。そうですね、うん、で反対意見ばっかりですよね。タイプ6もタイプ6タイプ8は結構確かに、うん、内か外かなんで、うん、反対意見は多いと思います。反対意見多いじゃないですか。反対意見と感じるものは多いですね、うん、でそれってそれぞれ同じタイプ6でもこの人はこう思うこう思うみたいなのを自分はこう思うみたいなのがあるわけじゃないですか。まあ同じタイプ6でももちろん違うと思います、うん、で、はい、タイプ1はタイプ1でここはこれはこうした方がいいみたいなルールがあったりするわけじゃないですか。あると思います。でそれが1によってもまたルールが違う、またバラバラですね、はい、でなった時にタイプ9はこういろんな人のあその意見も分かるけどこの意見も分かるよねっていうのは大変大変、僕無理、僕それ無理、それをこううまいことなんかもう健全度高いレベルですから ね、はい、これをうまくこう調和していく、まあ、調停者なんで、まあ、裁判官みたいなもんですよね。ここはこの人の言ってることが分かるし、でこれを全部融合するとこんな感じじゃないですかみたいな、なんか我慢強く聞けるって話ですね。そう、なんか気長にこう向き合っていけるみたいな、はい、なるほど、で、通常のところに行きますと、うん、4周りに順応して役割を演じる人、うん、自分を出さないこととあります。タイプ6みたいですね、まあ、でもタイプ9も、うん、要はそのいろんな本に書かれているのは、うんうん、あらゆるタイプと一体化しますと、うんうん、要はまあ先ほども自分がないって、うんうん、タイプ9は自分がないっておっしゃいましたけども、うん、
一番その他のタイプと同化する、うんうんうん、なんで一緒にいる人とタイプに近くなるみたいな、多分同化したいんだと思うんですよね。そうか、葛藤が嫌だから、うん、葛藤が嫌だからっていうのもあるし、同化することで心地いいみたいな、まあ、確かにこの2人の時に、うんうん、は僕の不安に合わせた方が、うん、まあ、葛藤は起きないんですよね。僕にいちいち反応して反発してたら喧嘩になりますもんね、うん、そう、確かに確かに、だから心地がいいんだと思うんですよね。これ好きなんだよねって言ったら、それを好きになったらいい関係になれるんじゃないかみたいな楽観的な感覚もあって、でそれを我慢してるわけでもないんですよ、うん、本当に嫌だけど、うん、まあ求められてるからそれだっていうことじゃなくて、うん、多分あ本当にそれいいねって思う、それいいね、まあ我慢することもありますよ、はいはいはい、絶対これがいいみたいなのもある、もちろんもちろん、あのタイプ級のこだわりみたいなのもあったりするんで、はい、そこに踏み入れられなければなるべくこう合わせようとするみたいな、そんなに我慢することなく合わせられる、うん、あ、そうですね、はい、で5、受け身で物事に関わらない人間、うん、服従性と、うん、これもなんかあの分かった分かったっていう匂いがしてきます嫌な匂いがちょっとずつ、あ、まあ、この辺はそうちょっとずつ嫌な匂い、嫌な匂いはしてきます、ね、もうちょっとやりたくないけど、もう言うならやるか、言うならっていうこの揉めたくないしみたいなっていうのが出てきますね。で6、定款した運命労者、定款とあります、うん、諦めてみると書いてあります、うんうん、もう仕方がない、仕方がないっていう感じですねそうで不健全になっていくと、うん、7、投げやりな人、うん、怠慢、うん、8、付き合いをしない人、うん、断絶、うん、よくタイプ9、うん、お願いします、うん、分かりました、うん、やらないって言いますから、ね、これあの抵抗なんでね、怒ってるんですよね、怒ってる、怒りを表してるんですよね、もう抵抗なんで、こうやってって言われたことにやらないっていう抵抗をしてるんです、怒ってるんですよね、怒ってる、はい、そう、なんかこの自己主張の人だった、だったら多分直接怒ると思うんですよね、言うってことですね、うん、だけどタイプ9の人はやらないことによる抵抗をするしだすなるほど、だから厄介で9、懲罰的な復讐者、うん、過酷とあります、うん、このタイプ9、うん、タイプ9の動きとしては、まあ、健全な段階、うん、沈着な自立性、自由性に富んだ気取りのなさ、うん、他人を力づける支援から、うん、まあ、通常の段階で自分を殺した順応、うん、っていうのはやっぱり出てくる、うん、出てくると、で辻褄の合わない服従ときて、うん、まあ、あとはもう何にも期待しない、何にも期待しない、期待しない、うん、諦めで、ついで不健全な段階の抑圧された投げやり、うん、意識が乖離した試験当職、そして最後には時期的な意識の分裂へと堕落していきますと、うんうん、でこうしたタイプ9さんが、まあ、この特有の人間関係のこじらせ方としては、うん、まあ、積極性に欠け、うん、物事の対応がいい加減とあります、うん、まあ、無気力無関心のところがあります、うん、もう諦めちゃってる、諦めてる、で自分からは何も積極的にやろうとせず、怠慢で受け身なところがありますと、うん、人に頼まれたことは断りもせず、うん、葛藤があるから断りもせず、うん、かといってやろうともせず、うん、いい加減なまま放っておきますと、うん、で相手がそれで腹を立ててもなんで怒ってるんだろう、うん、ぐらいしか思いませんと、何か問題があると思っても何もしないで、まあ、なんとかなるんじゃない、うん、と虚しい希望を抱き続け、無駄に時間を過ごしていきます、うん、で人間関係はこういったところからこじれていき、まあ、タイプ9の人はなんとなく平和なムードの中で人とつながっていたいという気持ちがあり、このつながりを失うことを恐れています、うん、だからまあ人に合わせようとするところがありますよと、で、まあ、全てがわかるっておっしゃってましたけども、うん、まあ、反対意見を持つ人のどちらにも賛成したり、うん、誰にでもいい返事をして周りからいい加減な人間とみなされることがあります、うんうん、多分本心でやってるとは思うんですけど、うん、周りから見るとそれがいい加減と映ると、それはあるかもしれない、嘘ついてんだろうと、あの人がこう言ったよねって、そう、八方美人的な、でこの人は多分、うん、タイプ、この人ごめんなさい、タイプ9の代表してるみたいに言っちゃって、うん、多分タイプ9の人は本当にそう思ってるけども、うん、周りからするとまあそれは信じられないですよね、うん、だって気持ち分かんないもん、みんなの意見が分かるなんて、うんうんうん、そうです、みんな多分自分はこうした方がいいって思ってる、はい、っていうのがある、はい、けど多分タイプ級的にはこの人の意見も分かるし、この人の意見も分かるよねっていうっていう意見が分からないということですよねそう、はいはい、
なので9しか分かんないのかもしれないですね。だからいい加減なやつだって確かに映ると思います、うんうんうん、でまあ本人は自分の中に波風が立つのがすごい嫌なので、うんうん、まあ何か葛藤があってもそれは見ないように感じないようにしています、うん、よく隊長が言う蓋をする蓋をする臭くても蓋をする楽観タイプの特徴ですよね見たいものは見ない見ないで気持ちがこじれると頑固に何もしないという形で抵抗を示し、うんうん、他人に関心を示さなくなります、うん、まあやるといったことも手をつけず無責任に放り出したまま、うん、連絡もしようとしませんと、うん、相手が連絡を欲しがってもうんともすんとも言ってこなくなって、うん返事をしないことで相手を無視しようとしますなんてこと、うん、これ相手を困らせようとしてるんですよね多分天然の下がってる時、まあうん、怒りの怒りを表している直接的じゃなくてそういう間接的に困らせようとして、はい、やれって言ってやらないとかそうやらないければ相手が困るっていうのは分かってる、はい、でやらないっていう抵抗をしたりとかあなたの意見が間違ってるって思った時にあなたの意見は間違ってるって言わずに放置するとかっていう形で表しますということですね、うん、表しますっていうでこの、タイプ9のこの健全度が下がっているの注意信号としては、うん、やりたくないことを断れない状態、うんうんうん、やりたくないと思っても断れない状態になったら、うんうん、それは健全度が下がっている注意信号ですと、うん、相手の頼み事に困っているのであれば初めから自分の状況や気持ちを説明しておいた方が、うんうん後々になって対応が遅れ、うん、相手が怒り出すよりも、うん、そっちの方がいいよと、うん、最初に言えと分かりますけどねって肩を見せろと小座フラッグだとその最初の段階で楽観タイプなんであ大丈夫かなと思っちゃうっていう部分もあるんですあるかもしれないですねであとはその葛藤を起こしたくないから、うん、いい顔を見せたいっていうのもあります、うんうん、あったりしたいい顔を見せたいっていうのと多分いろいろ複合的にですよね、はい、いい顔を見せたいっていうか葛藤を起こしたくないから嫌だって顔を見せたくないですよね、はい、っていうのと楽観的なんでまあなんとかなるだろうっていうのもあ結構タイトだったりすることもあってみたいな、はいはいはい、なのでこの、まあ、成長のためのアドバイスとしては、うん、人生で本当にしたいことのためにどう目標を立て実行していけばいいか、うんうん、っていうことをまず考える、うん、新しいことでも第一歩踏み出せば、うん、まあ順応できますよ、うんうん、ってことが書いてあります、うんうん、なんで誰かの期待に応える、うん、じゃなくて自分の好きなこともやっていいんだよ、うんうん、バカにしやがってたや僕やってますけどねなんでまあ今、うん、健全なところにいるんですかね一人でなんかそんなにあだからなんですかね、僕はでも健全度が高いとは思ってない。そういうやりたくないこととかは断れなかったりすることもよくある、はい、よくあるとか日々あるぐらいのレベルであるので、はい、自分がそんな健全度が下がってるとは高いとは思ってないけど自分のことを自分の好きなことをやってもいいんですよって言われるとやってるかなとは思う。ああ、なるほど、うん、あとは気の進まないことを引き受けた時、うんうん、なかなか手をつけず暗黙の抵抗している自分に気づきましょうと、うん、また何か尋ねられたことにすぐに答えず押し黙るかもしれません、うん、そういうあなたに周囲の人が圧迫感を感じていることに気づいてほしいと、うんうん、気づいてるんですよねってあ、まあ、エネアグラムを知ってるから気づいてるのかもしれないですよねっていうところがあって、うんうん、よくその私が手放せ、うん、手放せって本に書いてあります。書いてあります。僕はできてないですけど、うんうん、っていう話をしていて、うん、前あるメッセージで、うん、とらわれを手放せって言うけど、うん、どう手放すのか、どう手放すのか言ってないじゃないか、うんうん、っていうメッセージをいただきましたけども、うんうん、まあこれも、まあ、そのメッセージでは返したんですが、うん、僕ももちろん手放せてませんと、うんうん、だけれどもその今おっしゃった、うん、この客観的にちょっと自分がエニアグラムを知ることで、うん、あそんなところに気づいている、うん、この悪い状態だって知ることができるじゃないですか、はい、そうですね、うん、っていうところがまず、うん、第一歩としては進んでるのかなっていうのを思うんですね。 それはあると思います、ね、まず第一歩ですね。知ること、この状態が良くない、はい、これを知らなければ今の状態でいいと思ってるかもしれないですね。そうですね、ずっとギューッとしたままですね、ギューッとしたままでいるかもしれないので、はい、まずこう健全度が下がってるんですよっていうのを知ることっていうのがまず第一歩ですよね。で知るとあ、うん、これを手放せって言ってるのか、うんうん、っていうところですよね。無理にでも手放すじゃないですか、まあ、手放そうとするか、はい、あ今
僕は良くないことをやっているって、うん、そうなので、なんかさっきのタイプ9の例だと、あ、だから返事をしなくなったりとか、あ、そうですね、うん、気の進まないことを引き受けたり、うん、まあ、返事をしなくなったりとか、うん、はい、っていうのが、あ、今返事をしない、健全度が落ちてるんだなと思ったら、嫌でも返事できるじゃないですか。あ、するし、あ、だったらもうちゃんとまず 断、うん、まず断る、うん、断るとか、はい、でそれによって例えば返事をしないことで、返事をしなければその後トラブルになる可能性も結構高いじゃないですか、はい、っていうのを防ぐことができれば、逆にこう相手との関係が良くなる可能性ありますよね。事前にそうですよね、はい、やりたくない、抵抗したいって気持ちで、今までだったらもう畜生、相手のいいことなんか聞いてやるものかって返事をしなかったりするわけじゃないですか、はい、だけど、あ、いかんいかん、今下がってるな、嫌だけどするかみたいな感じにすれば改善される可能性は出てきますよね、はい、し、まあ、そこで、うん、あのちゃんとした誠実な、うん、お断りするにしても、うん、誠実な対応することで、よりまあ人とのコミュニケーションが、そう、でそうすれば自分の気持ちも上がってくるかもしれないです。ああ、そうですね、関係が良くなって、はいはい、というところでやっぱりエニアグラム、うん、知れば無理やりでもできるっていう、まあ、気づきには必ずなりますね、うん、はい、そこで分かんないですけど、そう思っても、いや絶対してやるものかって思う可能性もありますけど、なんだろう、もう怒ってくださいよ、ね、怒りましょうよ、それが怒ってる態度なんですかね、タイプ9的によかった、まだ健全じゃなかったまだ僕側にいた、よかった、ありがとうっていうこともあるかもしれないですけど、はいはい、まあでも知るってことは気づけるってことですからね、そうですね、はいはい、っていうところでございます、はい、なんで次は、タイプ1の健全度、タイプ1の健全度、そう、これあの要はフィーリングタイプから今回始めてますので、はい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 、最後はタイプ1、タイプ1本のタイプの健全度の紹介したいと思います、うん、はい、ありがとうございました。チャンネル登録も何卒よろしくお願いします。ありがとうございました。はい。